つもそばにいるって約束したじゃない。なあサラ、君のためを思ってのことだ。ここにいちゃいけないんだよ。わかった。じゃあ好き勝手させてくれる他の超金持ちのところに行くからもういいわ。なあ、今みたいな生活はもうやめるべきだ。わかってるけど続けられる限りは続けるわ。だって人間として成長するとか自分を磨くなんて意味ないもん。周りはお世辞言ってすり寄ってくるやつばっかだし、どうせ若いうちに悲劇的な死を遂げるんだし。何言ってんだ。ここまで来ちゃうともうどうしようもないのよ。まあ重く考えず軽くやっていきましょう。あ、そうだ、私ね、バネッサ月光と明日会うことになったのってことだからごめんね。そんな、ひどい、ひどすぎ。ねえ、新しい決め台詞教えてあげる。クソの役にも立たねえな。ローラ、うまく押し付けた。次のテイクはよ。もう戻ってこないよな。外に出ても平気？アンドリュー・ガーフィールドのエージェントが彼の元カノと会うってリークして、手当たり次第によ。1時間待ったら週末にアンドリューと会食する手配して。イタリアンがいいわね。